はい、どうぞ。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。カノコ。ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。カノコ。ということでね、ミンククジラのお肉でございます。で、クジラっていうのは、一括りにクジラ肉といっても、いろんな部位が取れるんですよね。ウネスだとか、オッポの大トロ、あとこう、カノコだとか、まあ、赤身、胸肉、もういろんなの取れます。で、部位ごとによって味が全然違うんですよ。なんで、クジラっていうのはすごく面白いんですよね。で、僕のチャンネルでクジラそんなに扱わなかったんですけど、今日はこういう面白い部位が売ってましたんで、いや、これはぜひ動画にしようということで買ってまいりました。お値段がこれ一ブロック6000円ぐらいしました。で、カノコっていう部位はですね、ミンククジラの、顎肉の近くのお肉ですね。で、特徴としては脂が多めで、硬めのお肉なんですけど、噛めば噛むほど、こう、とろけて、味わい深いお肉となっております。お刺身とか、あとすき焼きとか、で、ハリハリ鍋とかで食べるのがおすすめみたいですね。そしたら今日はこちらのミンククジラの顎肉、カノコを使いまして、2品作っていきたいと思います。1品目。やっぱり、素材の味が一番わかる。お刺身。で、2品目。海鮮焼肉やっていきたいなと思います。やっぱり焼肉っていうことはこれだけじゃ寂しいので、ちょっと買い物に行ってこよう。で、せっかく2つあるんで、変王子にもこれ1個あげようかな。絶対食べたことないと思いますんで、それに見たこともないと思う。逆お魚クイズ久しぶりにやってやろう。それじゃあ行ってきます。よし、着いた着いた。ういうい、嫌なよかしかせんな、お前これ持ってくると。お魚クイズ出た、出た。難しいんだ今日。これはね、バチッと答えたらね、5000円あげる。本当だろうな。本当に。見して。お年玉も。はい。だこれ。これです。やばいもん来たな。ちょっと分からんけど。魚これ本当に。魚です。クジラとかそうじゃねえ。ああ、でもそのクジラは合ってるけど、その何クジラの何どの部位かを言ってくれんと。何クジラ？いや、クジラでもいろんな部位といろんな種類があるじゃんな。オノミ。うわあ、惜しい。違うんだこれ。違います違います。これね。カノコっていう部位。カノコっていう部位。2つ買ったもんで、ね、1個あげる。これくれるんだ、うん、ありがとうございます。あ、俺兄貴もおるよ。兄貴これなんだ、わかるか。兄貴わかる、これ絶対わかる。分かったら5000円くれるぞ。あはっ絶対わかんないと思う。わからん、ブルーベリーケーキ。じゃあまた今年もいろいろ持ってください。はい、はい、よっしゃ、あとなんか焼肉に使えそうな魚介を数点トントンと買って帰りますか。あ、でもフグもいいな。フグも焼肉に使えそうですね。これ買おう。エビも買うか。そこら辺のフグだのエビだの、まあ良さそうなの買ってね、帰りたいと思います。じゃあねー。じゃあね。はい、そしたら帰ってきました。でね、買ったものが本マグロの大トロのところ。で、あとはアワビですね。で、これ大きな大きなヒガンフグ売ってたんで買ってきました。これ剥いてありますんで、もうこのまま食べれます。ほんでやっぱりね、クジマエビ売ってたんで買ってきました。で、こちらも伊勢エビ、ちっちゃめの伊勢エビ買ってきました。なので今日は伊勢エビ、クジマエビ、ヒガンフグ、アワビ、マグロ、クジラ、これでいきたいと思います。そしたら焼肉用に切っていきますね。まずはじゃあマグロとクジラ、これを切っていきましょう。まだ半分凍ってます。で、完全に解凍して切るより、こういう風に半解凍で切った方が切りやすいです。まずはこれ半分に切りましょうか。ほっ、あー硬い。あーでも綺麗な断面だな。ちょっとね、これ表面が汚いんで、表面トリミングしていきます。こんな感じですね。そしたら焼肉用は、ちょっと分厚めに、このぐらいに切っていきます。で、切って、で、盛り付けると。匂いがちょっと独特だな、これ。油臭い感じですね。いい匂いではねえぞ、これ。ええか、これ。はい、カノコが切れました。次はこちら、大トロ。まずここに皮がついてますんで、皮を剥いでいきます。あえて白いところも残して、皮を剥ぎますと。こんな感じですね。そしたら大トロは、大きく。よいしょ。贅沢だなぁ。はい、このように切れました。そしたら大トロも並べていきます。すさまじいなこれ。はい、これでカノコと大トロの盛り合わせの完成ですね。今日は船盛りに持っていきます。まずは伊勢エビから。伊勢エビはもう半分にぶった切るだけでいきましょう。いただきます。
はい、伊勢海老ですね。1枚引いて、その上に伊勢海老と。こういう感じ。車エビはあえて何もせず、このまま行きましょう。まだ生きてますからね。で、アワビは軽く洗って、殻から外しちゃいます。よいしょ、身だけね。今日は肝は使いません。よいしょ。唾液腺を外して、これですね。これ唾液腺。これ硬いので取ってください。で、あとはこれ焼くだけですね。で、次こちら。フグ。フグは、3枚にまずはおろしちゃって、身がまだ生きてますね。これ、2つで1300円だったら安いですね。テッサも全然引けるぐらいの鮮度ですね。で、ヒガンフグも、ここにちょっと厚めに切っていきます。刺身じゃ硬くて食えねえよってぐらいの大きさに切っていきます。このぐらいの厚さね。薄皮もついたままでいいです。焼いてしまいますんでね。こんな感じ。そしたらここにカコンとはめて、これで魚介のエリアの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのクジラの肉いきましょうか。1枚大トロもいきましょう。大トロもよいしょ。刺身でも食べれるっていう、あ、そうだ、そういや、なんか刺身も作るって言っとったな。刺身はいいや、焼肉だけにします。クジラ脂がすごい、シャバシャバした感じの脂ですね。これ焼いてる間にエビちゃんも焼きましょう。伊勢エビもいきます。アワビもいきましょう。ヒガンフグも焼いちゃいましょう。どんどんいきましょう。もうクジラこれいいんじゃないかな。じゃあマグロとクジラ食べちゃいましょう。焼肉のタレに入れて、そしたらサンチュに、まずはこれマグロ、これを巻いていただきます。うん、うまっ。やべえ、めっちゃうまい。わあ、いいわこれ。大トロってお刺身で食べると脂くどくて一切れ二切れでもういやってなるじゃないですか。焼いちゃえば大丈夫、全然くどくない。しかもこの野菜とくるむことによって食べやすくなっている。じゃあ次はこちら、クジラのカノコ。いや、初めて食べるな。これじゃあちょっと山中巻かないでそのまま食べましょうか。いただきます。うん、硬い。何これ、イカの塩辛みたいな香りがする。で、筋っこい。いつまでたっても噛み切れん。うわ、ちょっと俺これ苦手かもしれん。で、これ完全に分厚く切りすぎましたね。これの3分の1ぐらいでいいと思う。ほんと牛タンみたいな厚さに切って焼いたらもっと食べやすくて美味しいかもしれん。臭みがあるな、やだなこれちょっと。あ、びっくりした。マジでビビった。人生で一番ビビったかもしれん。ちょっと入ってるもん、ね、いや、ま、お泥棒じゃねえか、ただの。今焼き肉してんの、これ一人で。めちゃめちゃ豪華じゃん、これ。刺身でいいじゃん。めちゃめちゃ豪華だろ。食べてみて。これ山中で巻いて食べてみてください。巻いて食べてみてください。ちょっと、じゃあいただきます。はい、どうぞ。いただきますよ。いいですか。それ、カノコです。カノコ。カノコ。噛み切れん。噛み切れんな。まず、ほんと、そうなんですよ。硬いんですよ。まあ、味は別にまずねえけど。なんかイカの塩辛みたいな味、なんか独特な風味あるよね、うん、このタレがでもうまいからタレの味になっちゃう。ついこっち食べてみて。こっち大トロです。大トロ、どっちが美味しいか。大トロもうまいけどね。大トロうまいだろ、どっちがうまい、うん、大トロだな。大トロの方が美味しいです。フグ食べてみよう。フグな、フグな、フグな。いただきます。いくよ。うまい。これうまいわ。これうまいな。相当うまい。うまい。エビ食べるわ。じゃあアワビ食おうぜ。アワビ、うん、エビうまい。この前エビ買ってきたやつだ。エビうまいな。エビうまいよ、この食べ方は。あんた器用に剥くね。アワビ食べよう。アワビ食べよう。アワビ行ってみよう。行ってみよう。これも焼肉のタレついてんのかな、うんうん、今日焼肉の日でしょ、うん、焼肉の日。いただきます。いただきます。
まい、うまっ、うまっ、これ一番だな。一番エビの味噌いただきます。うまっ、いただきます。なくなった、うまっ、うまいな。お焼肉ときましたら、お飲み物はやってないの？今日やってないですか？あります、あります。せーの、ベン、アギーノのやつや。ドライです。ドライ。フリーです。フリーね、フリーね。よし、いきます。はい、お疲れ様です。よし。おぉ。うめぇ。やっぱ焼肉の後の最高だね。ビールは最高。ね。アルコールないけど、最高、ね。最高。これどうやって締めないんだ。まあ、これでいいんじゃないですか。でいいか。じゃあまた見てね。バイバイ。最後やります、ね。せっかくだからね。また見てね。また見てね。バイバイ。よし、勝った。お前いつも負けるな。